皆さん、こんにちは。渡辺裕之です。今回はスーパーファミコンのゲーム、機動戦士ガンダムクロスデミッション、0079外伝、続きをプレイしていきたいと思います。もう早速、作戦装備確認画面になりましたね。今回も、ガンダムピクシーはですね、エネルギーパック多めで出撃しましょう。マガジンもね、一応一個だけ持っていきます。どうしてもピクシーは、近接戦と格闘戦になることが多くてですね、ダメージを受けてしまうので、エネルギーパックを多めというのは期待かなと思います。では、イフリートとの決戦です。前回最後ですね、ミディアに置いてきぼりを食らってしまいましたからね。もうここに残っているのはイフリートとピクシー。さて、では接近して格闘戦に入っていきましょう。多分ね、殴り合うだけだと思うんですよね、これ最後に。結構食らうな。単なる殴り合い。に終始するだけかなとは思うんですけど、これで食らった後、アイテムを使わなきゃいけないので、エネルギーパック使った上で、ノーザナイトアタック。やっぱりノーザナイトアタック入れた方が、倍まではいかないですけど、70ぐらいダメージソースが取れてるかなと思います。ただ、ミスってしまった場合、コマンド入力で、誤りがあったら、ダメージがゼロになってしまうので、ここはもう単純に殴り合いでいきましょう。さあ、改めてマップ確認します。マップ2つですね。なので、ちょっともう一個のマップの方に、イフリートが移動したと見て良さそうですね。来た。しかも、連続攻撃を入れてきた。どれくらい ?218 か。218で、さらに、逃げていくっていうかな。どこにいるかわからない。来た。いや、結構食らうな。これまた218食らうと思うので、さらに投稿でしょ。となると、一回アイテムを使って下がりましょう。で、引きつける。マシンガンっていきましょうね。これは望むところ。接近して、格闘を入れていきます。またここから殴り合いだ。また統合したと思うんで回復します。隣のマップにいると思うんで、ここで引きつける。あそこにいるな。今、砂煙が立ちましたね。で、マシンガンを撃ってくるので、接近してまた殴り合いに持ち込みましょう。もうかなり単純ですね、今回ね。エネルギーパックだけでも良かったかもしれない。移動して入れてきたな。大きめの入れてきましたね。エネルギーパックで回復して、後ろ向いてる。こんなところで、
もう終局に入ってると思うんですけど、まだ粘りますね。ん？いきなり現れた。これ決める。あえて殴り合いに持ち込む戦法はアイテムあってこそなんで、このアイテムが尽きる。ここで決めないと、ちょっとまずいことになりますね。モーザンバイタタック。まずいな。これで決めないと。これで決めないとまずい。アイテムが、そこを尽きてしまった。ちょっとアイテムを探しましょう。なかったらもう本当にまずいな。どうだろう。アイテムとしては、マガジンはいらないかもしれないですね。マガジンなしで、ひたすらエネルギーパックで格闘戦に持ち込むっていうのが良かったのかな。これやられましたね、きっとね。では、ちょっと戻ってきまーす。お前を忘れることはないだろう。いや、実際強かったな。ニーフリートね。はい、ではちょっと戻っていきまーす。さあ、これが最後のエネルギーパックになりました。戻ってきたけど、また戻らされる羽目になるかな。大丈夫かな。倒せたかな。倒せましたね。フェンリーを撃破しました。そうか、さっきは確かに脱出してましたもんね。これはイフリート戦で負けたパターンのエンディングと勝ったパターンのエンディングがありそうですね。To be continued になってますけど、ゲーム自体はおそらくこれで終わりなんじゃないかなと思います。このまま、もうちょっと待ってみましょうか。
というわけで、まあやはり、2B コンティになってましたけども、ゲーム自体はこれで終わりになりそうです。というわけで、機動戦士ガンダムクロスディミッション0079、第1部、第2部、ともに完全攻略完了という形になります。ではまた、別のゲームをね、探してプレイしていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。